上町霞活イカなんですが、もう早速ご覧いただきましょう、はいはい、立派です。えこういう状態のイカが活イカと言うんです。きれい。そうなんです。生きた状態のものを、まあ、活イカというふうに表現するんですが、イカの種類でいうと白イカというイカです。白イカ甘くて、食感がコリコリっていうのが特徴で、数ある数十種類以上あるイカの中でもトップレベルにも美味しいと言われているのがこの白イカで、それを活イカでいただくという、生でいただくという丼作ろうと思っております。楽しみにしていてください。この活イカを管理されているのがこちら上町の西友カニ市場でございます。まあ、冬にはもちろん、まあ、9月ぐらい秋ぐらいからカニがずらーっと並ぶんですが、今はとにかく夏はイカということで、今はイカを求めて多くの方が今日もいらっしゃっていました。中はですね、ご覧のようにまあ霞のカニも今は冷凍しておいたものを販売しております。タイであったり岩牡蠣もこれ今旬です。さらにはこちらがカツイカです。まあ、白イカ1杯1300円、これ今日全部売り切れたそうです。ちょっと台風の影響もあって、まあ、量で不良だったというのもあるんですが、今日全部売り切れた、京阪神から多くのお客さんもいらっしゃっていたというカニ市場でございます。時刻は4時までの営業なんですが、今日ちょっと特別に中にお邪魔しております。これからそのカツイカがどんな状態で保管されているのか、ずらーっと水槽並んでます。ここにイカがいっぱいいますから、楽しみにしていてください。イカ難しい。カニ市場の店長さんに今日はお話聞きたいと思います。山田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イカいっぱいいますね。そうですね、はい。これ13の水槽あると聞いたんですが、何匹ぐらい今日いますか？そうですね、今日入荷したのと合わせて3日前から合わせまして、全部で70匹ぐらいですね。70匹ぐらい、はい。これ多い時には200匹ぐらい並ぶということで、ちょっと台風の影響もあったんですかね？そうですね、台風の影響、湿気の影響でちょっと入荷が難しかったですね。今日はそのまさにそれをね、丼でさせていただくということで、大変贅沢なんです。そりゃうまい。そうなんです。美味しい丼、美味しいこと間違いないですよね。もう天下ピン、天下ピンじゃないです、はい。さあ、どんな丼ができるのか、今日は漁にも同行させていただきました。白イカ漁の朝は早く、出港は午前5時、漁に同行させていただきました。出港からおよそ20分、白イカの漁場に到着です。これで何の量ですか？定置網です。白イカやアジぐらいですかね。定置網やったら楽やんね。白イカは水深およそ30メートル付近に生息。網を2艘の船で手繰り寄せ引き上げていきます。定置網に白イカはかかっているのか？何これ？イカ、イカがおるだ。ほんまか。泳ぐちゃうな、イカがおるわ。網の中にイカの姿が。浜本さんは白イカを1匹ずつ作っていきます。一気に網ごとあげないんですか？あげたら魚と混じって弱いんですよ。弱いんですよね。外部からの刺激を受けると炭を吐き死んでしまうこともあり、生きたまま水揚げするのはとても難しいと言われています。1匹ずつ丁寧にすくい洗浄へ。船に設置された水槽は生息環境に近くなるように海水を循環させています。取れたかどうですか？今日は少なかったです。10匹ほどですかね。今日はちょっと僕らのタイミング悪かったということですね。悪いのもあるし、ここ数年あんまり量がないのもあると思います。で、今日僕らこのカツイカを作って丼作るんですけど、どうですかね、味の方は？多分美味しいと思います。生きたやつはすごいな、食べたい。そうなんです。実はこのカツイカ、真っ白イカはとっても繊細なんですよ。今漁の映像もご覧いただいたと思うんですが、必ず素手では触らない。これが鉄則なんですよね。はい、そうですね。これなんでですか？これはね、イカはあの人間の手で触りますと火傷を起こすんですね。うん、それで、まあ、慌ててイカが墨を吐いたりとか、はいはい、しますので。はい、本当に繊細です。繊細で、それを陸上で今こうやって生かしておくというのもとても技術が必要で、水深30メートルに生息しているとビデオ VTR でもありましたが、水温15度なんですよ。だいたい温泉の水風呂ぐらい、結構冷たい状態で、これも徹底的に管理している。そうですね、はい。そうなんですよね。
これね、でも毎日深夜に水温をチェックする、そのぐらいの徹底ぶり。そうですね、はい、ということなんですよね。はい、17度でも12度でも生きていけないというのがこのイカの繊細さ、白イカの繊細さだそうです。はい、難しいです。ではちょっと山田さん、はい、作っていただいてもいいですか。はい、これからさばいていただくので、そこに今からイカを運ぶんですが、これもそーっとそーっと毎回動かしてイカを移動させるということなんです。やってくれてんねや、そうやって。そうなんです、酸素のこれ機械もつけて、酸素が出る機械もつけて、はい、数分間ですよ。はい、今からねイカをすくうんですけど、ただジャボーってつけますと興奮して墨吐きますので、いかに墨を吐かさず興奮せず上手に取る方法が、イカのこの後ろ斜め後ろ側からそーっとこうやってすくい上げます。ゆっくり、はい、だからもう全然そのまま全然自動で入ってきて、はい、静かにおりますので、それをそーっと入れます。はい、こちらの箱に移すと、はい、こういう感じですね。でここには酸素を送り込む装置が、はい、そうなんです。ストレスがあると赤く変わるんですが、はい、これをね酸素を送り込む機械をつけて運んでいくと、はい、ではちょっとこれ運んでいきましょう。はい、台車で運ぶんですが、この箱にはもう5匹以上は入れないそうです。だから難しいんですよね。難しいです、非常に難しいですね。金庫、これイカの墨を吐かないように刺激しないように、これゆっくりゆっくりこの段差を乗り越えて、かつてここで墨吐かれてしまったこともあるんですか。はい、何回もありますね。ちょっとの刺激だけでもねすぐ墨吐きますのでね、非常に難しいですね。そうなんですよ、はい、大事なものをねゆっくりゆっくり運ぶ、これいつものことなんです。はい、さあこれで無事にイカスミ吐かずに運べているかどうか。はい、そうですね、イカスミ吐いてしまうと体内にイカスミ入ってストレスでなくな、まあ、死んでしまうということなんですね。はい、それではね料理を行いますので、はい、はい、ではここからは隣のレンガ亭の料理長宇川さんに来ていただきましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。さあイカはイカスミ吐かずにいてくれてるかな。よいしょ、大丈夫です。大丈夫ですね。綺麗綺麗、そのままや。よかったよかった、あ一気に動くんだ。ではこれを、あそうそう、お今ブワッと息を吐きましたね。もう吐く、息というかもう中の水を吐いて、はい、早く進み出してくれ。そう、ここがスピード勝負、もうとにかく急いで胴体の部分に分けまして皮を剥ぐ。でこの白イカの特徴はその甘さに加えて分厚さなんですよ。分厚さ、ヤリイカであったりスルメイカに比べても身が分厚い。ウカさん、それが特徴なんですよね。そうです、はい、で甘みがあって大変美味しいですね。大変美味しい、そうなんです、うん、すごいんですよこのスピード感が。これ1日に多い時はどのぐらいの数さばくんですか。そうですね、多い時でしたら40匹ぐらいはさばきますね。40匹、どんぶりマンすいません、全部スピード勝負。そちらで、はい、白イカいっぱい売ってますけど、それ一般の人が買ってお家でさばくこともできるんですか。難しそうだけど、これお家でもさばくことできますか。大丈夫です。なので今みたいに胴体の部分とゲソの部分を剥がしてもらって、皮を剥いでこの胴体をこうやって丁寧にお好みの幅に切っていただくと、自宅でも美味しい刺身が食べられると。無理ですよね、ここでやってもらうんだから。生きてるやつは無理です。生きたやつはここでこの隣のねレンガ亭で味わえるんですよね。そうです、そうなんです。生きたやつはこちらでぜひかすみに来ていただいて。では盛り付けます。いや綺麗、透明、真っ白。うさあ、よいしょ、これはうまいわ。これでもどんぶりするの、緑がつけますね、はい、こうやって、うん、そうなんです、川田さん今日はこれをもうシンプルにかつ大胆にどんぶりにしますので、うんうん、お楽しみにしていただきます。うかさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいやいや、料理せず生乗せるのが、乗せるの難しいですよね。難しいです。乗せるのが難しいんですよ。これをね、うん、まあ、大胆に作っていくんですが、どんぶり作りしていきます、ね、あ、やっぱりちょっと調理するんやね、はい、改めてお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは、まあ、この刺身を乗せていくんですが、さばきたてできるだけ早くいきましょう。まずは下味、だし醤油をご飯に回しかけます、はい、でここに刻み海苔ですね、香り付けですね、香り付け、はい、よいしょ。でここに乗せるだけなんですが、それが難しい、うん、いきますよ。おいしいおいしいお刺身を、よいしょよいしょ。あ、綺麗にできたんじゃないか。上手ですね。海苔いらんやろ。よく来てコリコリしておりますね。なかなか難しいんですけどね。そうなんですか、はい、プチプチもう弾けるような、はい、これで
大葉はですね、今日も刻みません。ここにどうすんの？お布団のように。そこに生姜乗せんねや。でここに生姜をちょんと置きまして、で最後にもう一回醤油を回しかけて、かけすぎ注意。OK。卵いらんやろ。刻み海苔。卵と海苔いらん。もったいない。山田さん、これ卵がまたいいんですよね。いや、ネギはこれあえてです。バラバラにやったのはあえて真ん中にやると皆さん大好きなこのね、うずらが見えなくなっちゃうから。はいはいはい。ということで今日は完成、はい、完成しました。今日の丼完成です。はい、この夏いかが、はい、初イカ丼でございます。やった、拍手が起こりましたよ、はい、山田さん。あのまず豪快に、はい、食べてください。はい、豪快に、ね、ではちょっといただきます。はい、やったやった、久しぶりの丼マン、丼作り完成。イカだけ食べたい。ではいただきます。これ味の描写、ね、イカだけじゃなくてもう丼ですからね。刺身でもいいですけど、もうイカじゃないやん。何食べてるの、よくわかんない。イカはいかがですか？イカ状態。美味しい。美味しいでしょう。とっても美味しい。食感はこれコリコリ。そうですね。このコリコリ感が一番いいところですね。コリコリだけど、はい、噛めば噛むほど、だんだんと柔らかくなって、だんだんどんどん旨味が出てくる。ね、はい、甘みが出ますんでね。さばきたてやもんね。美味しい。とろっとしてはいない。もうやっぱりさばきたてだからですよね、この食感。そうですね。はい。とろーとして旨味がというよりは、美味しいでしょう。これは丼にするから、このご飯と合った時のイカの甘みが引き立ちますね。うん、そうですね。はい、これ丼でこそこのコリコリ感が、ね、よくわかるんですね。山田さんに合わせたい。本当に山田さん全部丼マンの味方してくれる。丼だからこれは最高なんです。うん、まあ刺身も最高ですけどね。で今日はこちら、先ほどさばいた時に分けましたゲソの部分。うわ、これは山田さん、塩だけでいいんですね。そうですね。このゲソはね、シンプルに醤油とかそんな入れずに、味塩だけでね、それだけで本当のイカの甘みが出ますんで、まず食べてみてください。味塩と、もうそれだけ、火力で、はい、柔らかくてね、甘いです。バターもいりません。はい、いただきます。うわ。いかがですか？味の分これまたプッチプチ、はい、でこれは全然食感違って、はい、なんて言うんだろう、はじけてこっちの方が甘みっていうよりも旨味が強いですね。そうですね、やっぱりね、火を通すことによってね、ものすごい甘みが出ます。うん、でもうはじける甘さが出ますんでね、もうコリコリ感が、ね、出て本当に美味しいですね。美味しい、はい、醤油もバターもかけたい気持ちあったんですけど、うん、これで十分で、ね、最高です。これカツイカはいつ頃まで食べられますか？そうですね、8月いっぱい、まあ、9月の上旬までね、いけますので、はい、ぜひ皆さんいかがでしょうか。はい。